こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。日本の潜水艦を視察できるのは、日本の大臣クラスか米軍事関係者以外には、視察できない。最高クラスの機密になるからで、その潜水艦に異例の、視察をしたのを思い出した。スターリングエンジン最後の、そう、竜型潜水艦、青竜2が、スターリングエンジン最終型となった青竜だが、忍者のように潜む。静粛性には優れている。日本領海内を防衛するには適している。では、今回の視察とともに、スターリングエンジンとリチウムイオン電池との比較を詳しく見ていきますね。聞かない言葉になりましたね。今年2020年3月、海上自衛隊では、そう、竜型潜水艦11番艦。欧竜が就役し、また、10月には、次級となった、太平洋浸水、蓄電池に、リチウムイオン電池を採用したことが、大きく取り上げられた。欧竜以降の海上自衛隊の潜水艦では、すっかり定着した艦もある。このリチウムイオン蓄電池とモーター、そしてディーゼルエンジンの組み合わせだが、それ以前を振り返ってみたい。とはいえ、総竜型10番艦の昇竜が就役を果たしたのは2019年の3月であり、1番艦で、ネームシップの総竜も、2009年3月の就役と、まだ11年しか経過していない。そう。竜型のさらに前級にあたる、親潮型では、鉛製蓄電池と、ディーゼルエンジンが推進方式に採用されていたが、総竜型は、これに加えて、スターリングエンジンを搭載を選択した。これは、当時あった燃料電池とスターリングエンジンを比較した場合、海上自衛隊としては、後者の実用性が高いと判断したためであり、スウェーデンコックムス社のものをライセンス生産して採用する。コックムス社のスターリングエンジンは、スウェーデン海軍のゴトランド級潜水艦に採用され、量産型として、1999年から3隻が就役を果たしており、先行してきた域、依存推進を実用化していた。海上自衛隊でも、これに着目し非対機、依存推進艦の建造を行ったが、本家のゴトランド級潜水艦が、水中排水量でも、約1500トンに過ぎないことに。比べ、はるかかに、巨大な銅4200トンの、総竜型となった。こうした通常動力型潜水艦としては、世界最大クラスの艦であることも。手伝ってか、2018年に、就役した総竜型9番艦、青竜の、訓練には、アメリカ海軍の潜水艦隊司令官も同乗するなど、話題を集めた。現在も、通常動力型潜水艦の、代表的な存在であるドイツの214型潜水艦はディーゼルエンジンに燃料電池とモーターを用いた。非対機依存推進方式を採用しており、世界的にはこれが標準とも言えよう。214型潜水艦は本国ドイツ以外でもギリシャ、韓国、ポルトガル、トルコなどへ輸出及びライセンス生産が行われているが、いずれも水中排水量は2000トン前後であり、そう、竜型の大きさが際立つ。ちなみに、
韓国は、この214型潜水艦を、孫元一級として導入しており、同艦やさらに、その前の209型などをベースに、一応国産を謳う。トサンチャンアンホを建造し、さら近年は原子力推進型の、保有を打ち出している。さて、1番艦の漕流から10番艦の漂流までの10隻は、鉛製蓄電池とディーゼル及びスターリングエンジンの方式で水中の最大出力8000馬力と水中最大速力20ノットを誇った。11番艦の横流や12番艦の倒流では、スターリングエンジンを廃止したことで、これが最大出力5600馬力。水中最大速力18ノットと数値上のスペックでは低下している。これは、瞬間的な推進力の低下は否めないが、鉛製の蓄電池よりも、継続的な推進力の向上が図られた結果、連続航行時間や距離が大幅に、延伸されたといい、実運用上は、トータルな性能アップを実現したという。しかし、こうした、横流以降の潜水艦が登場するまでは、そう、流型の鉛製蓄電池と、ディーゼル、及び、スターリングエンジンの方式は、通常動力型潜水艦の頂点に立つものだったと見てよいだろう。そして、もう一点、海上自衛隊の潜水艦の最大の特徴とも言えるのが、静粛性の高さであり、連続潜航時間や速度では原子力推進型の、潜水艦に及ばないものの、世界でもトップクラスの実力と見られる。原子力推進の潜水艦は、その原理上、完全に機関を停止して騒音をなくすことは、できないが、海上自衛隊の潜水艦は、機関の停止に加えて、様々な吸音の、工夫や乗組員の練り度を高めており、その点でも、群を抜いた存在だ。これは、韓国の孫元一級などでも意図せぬ騒音の発生が問題化し、稼働開始以後も、その改修に時間を要したことなどとは真逆に、特筆すべき、完成度の高さであることが伺える点だと言えるだろう。ただし、軍事兵器として見た場合、それを構成する要素は極力、シンプルであることが、メンテナンスや建造の点からも有利であることは、明白なので、電池とディーゼル、及びスターリングエンジンの、復権はないと思われる。今後は、これに加えて、さらなる船体のステルス性能の向上や、航空機ではすでに、実用化が進む分野が、水中にも拡大し、小型の無人潜水艇を完成する方向に進んでいくのではないだろうか。そうした無人機の分野では、日本は決して進んでいるとは言えない状況だと思われるのだが、海上自衛隊の主戦力たる潜水艦だけに、そうした方面の明るいニュースにも期待したい。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2020年6月18日、日本の接続水域内、鹿児島県奄美大島の北東で、先行する外国の潜水艦を発見したというニュースがありました。発見したのは、海上自衛隊の P1 哨戒機や P-3C 哨戒機、護衛艦、加賀、などです。外国の潜水艦が接続水域内を潜ったまま通過するのを確認したのは実に2年半ぶりのことだったそうです。どの国のものなのか、目的などについて防衛省は、日本側の探知能力に関わるものであるから公表できないとして、何も発言していませんが、政府関係者によると、おそらく中国海軍の潜水艦とではないかという見解があるそうです。ここで、よくニュースに登場する接続水域について説明しましょう。接続水域とは、その国の領海、領土から 22km の外側で、かつ、領土から 44km の範囲を指しています。その地域から先が、排他的経済水域。EEZ、エクスクルーシブ・エコノミック・ゾーンと呼ばれる水域です。潜水艦が、領海を航行する場合には、海面まで浮上し、国旗を立てなければなりません。つまり、領海では潜航は禁止されているのです。領海内では漁業も行われていますから、安全を考えれば存在を明らかにするのは当然ですよね。しかし、接続水域内では潜航することが認められているそうです。今回は、日本の領海ではなく、接続水域ですから潜航するのは、禁止はされていません。とはいえ、領海の鼻っ端をこっそり、往来されるというのは、なんとなく不愉快な思いはしますよね。この事態に、海事の元潜水艦艦長である元潜水艦艦長がインタビューに答えてくれました。元潜水艦艦長は海上自衛隊の元海将で、潜水艦、林尾の艦長などを務めた経験豊富な方です。現在は、金沢工業大学虎ノ門大学院で教授の職にあります。彼は、この潜水艦は中国籍に違いないでしょう。人間一人一人に、それぞれ指紋があるように、潜水艦にもスクリュー回転音などの、音紋というものがあります。同じ、音紋はありませんから、潜水艦の指紋とも言われます。詳細は話せませんが、海上自衛隊は、そういう情報をすべて持っています。つまり、音紋を調べると、潜水艦の名前も国籍も判明するのです。今回の、相手、中国は、自分たちが日本の海事に捕捉されているということは重々わかっていたはずです。それなのに、あえて接続水域を潜航するというのは明らかに意図がありますね。
海自の探知能力を試そうと考えていたのでしょう。中国は習近平主席による独裁体制が確立して以来、愛国心を高揚させるため、軍の主導によって対外的な強硬策が取られるようになっています。たびたび緊張が走る尖閣諸島での行動もその一つですが、実はこれも去年から動きは始まっていました。こんな風に平時においても様々な動きをして相手と抑止力をぶつけ合ったり睨み合いをしているというのが現実ですと話してくれました。ちなみに中国は2019年時点で60隻以上もの潜水艦を保有していると言われています。さすがは軍事大国中国と言うべきでしょうか。この数は日本の保有数を大きく上回っています。前述の元潜水艦艦長は、数だけの比較で見れば、確かに海上自衛隊は、中国に追い越されています。しかし、問題は、潜っている潜水艦を発見する能力の違いです。現在は、アメリカ海軍が世界トップですが、1990年代、平成初期までは、海上自衛隊が世界で一人勝ちのような状態でした。海自は横須賀基地のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていましたから、アメリカに引っ張られるようにして、能力がアップしていったのです。それにプラスして P3C 哨戒機を100機揃えたことで一気にレベルが向上しました。一例ですが、私は1998年、平成10年にハワイ沖で行われたリム PAC 環太平洋合同演習に日本代表として参加しましたが、潜水艦林をたった一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させることができました。現在、対潜水艦戦技術に関しては、イギリス、フランス、ロシア、中国もいまいちです。イージス艦の能力とミサイル防衛の能力については、日本とアメリカだけがダントツに優れています。だからこそ、アメリカは海自に対して世界で自分たちと一緒にやっていけるのはお前たち、日本だけという態度です。アメリカが日本と強く結びついている状態を中国海軍政府が強く意識しているということでしょうね、とも語ってくれました。これも防衛省関係のニュースでよく登場する単語ですが、リム PAC。リムパック、環太平洋合同演習というのは、アメリカ海軍の主催により、ハワイ周辺海域で行われる各国海軍の軍事演習のことです。日本の海上自衛隊は、1980年、昭和55年から参加しました。元潜水艦艦長が参加した1998年のリム PAC には、日本、アメリカの他に、オーストラリアと韓国も参加しています。では、
ここ最近の外国艦艇の行動に関しての発言を紹介します。中国潜水艦の潜航を受けた河野太郎防衛大臣は、自衛隊に緊張感を持って、情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すように、と、指示しました。このような外国との緊張をはらむ関係については、広報戦略の一環として、わざと国内外に知らせることもあるそうです。この活動の課題について、再び、元潜水艦艦長の意見を伺いましょう。元潜水艦艦長は、私は、2001年の同時多発テロ 9.11 前後に、ワシントンで駐在武官をしていました。当時アメリカでは、エムベド、記者などが従軍すると言葉があり、戦場に記者を同行し、軍の動きをありのままに見せるということがありました。私は、こういう時代が来たと感動しました。その後、自衛隊の広報室長の職も務めました。しかし、日本のお役所というのは、なかなか固い部分が多くて、記者などの外部の人間に情報を提供したり、実態を見せるというのを、回避したがるようでしたね、と語ってくれました。つまり、一般国民に国防に関わることを教えるのは難しいというよりも、教えたくないという雰囲気が強いのではないでしょうか。とは言っても、海で働く人たちは、海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではありません。漁業関係者のみならず、観光客を、相手の商売をしている人も、たくさんいます。そのような人たちを含めて、多くの人々に、日本が抱える、対外的な課題を知ってもらうことは必要ではないでしょうか。そのためにも、防衛省や国の機関は情報を、広く公開してもらいたいと思うところです。海上自衛隊が世界に誇る潜水艦や P3C 哨戒機、B1 哨戒機護衛艦の偵察能力ですが、単独で活躍するだけではありません。多くのデバイスと協力して任務に当たっているのです。今回はこの探知能力について詳しく見ていきたいと思います。実は中国の原子力潜水艦なら即発見できるそうですよ。
衛省は、2020年6月20日日群島トカラ列島と奄美大島の間にある海峡の狭い接続水域を国籍不明の潜水艦が航行したこと、その潜水艦が太平洋から東シナ海に向けて海中に潜んだままで通過していったことを発表しました。この潜水艦が通り抜けた海峡は、トカラ列島と奄美大島の領海の間の幅が10キロメートルほどしかない非常に狭い海域です。位置的にも当然のことながら、日本の接続水域内ということになります。実は、中国は4年前の2016年、平成28年に海軍の艦艇をトカラ海峡に侵入させたことがありました。日本は当然、領海侵犯として中国に抗議したのですが、トカラ海峡は国際法上の国際海峡である。航行の自由が認められている海域だから、日本の領海侵犯には当たらないと一方的な主張を述べるだけで、中国は領海侵犯の事実を認めようとはしませんでした。日本における国際海峡は、一宗谷海峡に津軽海峡と対馬海峡の三東水道、及び四西水道五大隅海峡の5つです。これらの海峡は、日本の領海法で公海と認定しているものなので、国連海洋法条約で定義されている国際海峡ではありません。日本が国際海峡と宣言して、他国の船舶が航行できるようにしているのです。そう考えると、狭いトカラ海峡が国際海峡であるという中国の主張は、全くもって的外れと言えましょう。最近、年中行事と言わんばかりに、中国海軍の潜水艦と思われる艦艇が南西諸島のあちこちで日本の接続水域や排他的経済水域を海中に潜ったまま通り抜けるという事件が多く発生しています。類似の案件で記憶に新しいところは、2018年1月の事件ではないでしょうか。尖閣諸島の接続水域を先行していた093型原潜と思われる潜水艦が海上自衛隊に追跡された挙句、東シナ海の公海上で浮上し、中国国旗を掲げて逃げ去ったという案件です。遁走した原潜は海上自衛隊に発見されて以降、ずっと逃げ回っていたようです。なぜそんな海域にいたのかという理由ですが、尖閣諸島の領有を主張するための行動ではないかという見方がありますが、軍事筋などによると、海自の対潜哨戒ヘリや護衛艦、タブー潜水艦からも、2日間にわたり、アクティブソナーを受け続けたことに耐えかねて、やめぐなく浮上したものだろうと推測されています。中国原潜がアクティブソナーの洗礼を浴びたのはこの時が初めてではありません。16年前の2004年、平成16年にも発生していたのです。この時は091型艦級原子力潜水艦が石垣島の領海を侵犯した事件でした。当時、海上警備行動が発令され、この潜水艦が上海沖に逃走するまで追いかけました。中国側は、しぶしぶと訓練中の技術的な原因により、間違えて石垣水道に侵入してしまったと、審判を認めた上で釈明したそうです。ご存知の通り、それ以降も、
中国潜水艦の接続水域侵入は続きました。海上自衛隊は沖縄元島うるま市のアメリカ軍ホワイトビーチ基地内の海上自衛隊沖縄海洋観測所を拠点とする潜水艦探知音響システムを配置、活用しています。同時に水中を潜航する潜水艦の動向を常時監視しているといいます。このシステムは海底にケーブルを沈め、数十キロメートルごとに水中聴音機を設置して、通過する潜水艦から発信される音を探知するばかりではなく、ボトモンや磁気データなどの収集も可能ですから、艦首だけでなく個別の艦を割り出すこともできると言われています。かなりの優れものという感じがしますね。2020年6月の侵入に対して、防衛省は、哨戒機や護衛艦などが追跡して、情報収集と警戒監視を行ったと発表していますが、侵入潜水艦を発見できたのは、多分、この潜水艦探知音響システム、ソソウのおかげではないかと考えられます。南西諸島付近で活動する中国潜水艦の動向は、ソージャスを使用することで、海上自衛隊とアメリカ海軍によって常時監視されていると言っても、過言ではありません。このシステムは、東西冷戦時代には、ソ連の潜水艦探知のため、津軽海峡や、対馬海峡などに設置されていたそうです。冷戦時代が終わり、日本とアメリカ共通の仮想敵国は、現在中国となりました。このシステムは、前述の通り、南西諸島で活用されていて、最近では、下北半島から、北海道道東までのケーブルが設置され、運用もスタートしているそうです。海自の潜水艦探知に関するテクノロジーは日々開発が進行中で、水中電解センサーや熱感知センサーなどがすでに実用化されているのではないかとも推理されているそうです。熱感知センサーですが、原潜の原子炉冷却排水は周囲の海水温よりも高温ですから、その熱を感知すると潜水艦の存在がわかるはずです。また、通常動力潜水艦のスクリューによって生じる温度差も感知可能と言われています。そして水中電解センサーです。この開発によって、海底設置型水中電解センサーが、すでに稼働を始めていると推測されています。艦艇や潜水艦が海水に接する部分には、舵やスクリュー、アース板などの、金属があります。これらの金属が、艦内と電気的に接続されている場合、艦内に流れている電気が、海水に電流として流されることになるので、艦艇や潜水艦の周囲に水中電解が発生します。ちなみに、この水中電解については、船体から磁気を消す作業を施した。潜水艦であっても、海中を潜航すると、わずかな磁場が発生するので、磁気を隠すことは不可能と言われています。この水中電解を捉えるセンサーが水中電解センサーです。特別な装置も必要なく、ケーブルそのものがセンサーになるので、その進歩は目覚ましいものがあります。潜水艦探知音響システムなどの
音響探知システムと併用して、総合的に潜水艦の探知に使用されている可能性は高いようですね。中国海軍は2018年に国旗を掲げて浮上せざるを得なかった093型。原子力潜水艦の後継艦として095型攻撃型原子力潜水艦の開発をスタートしたとみられています。095型は093型と比較すると、キャビテーションノイズがかなり低減すると期待されているそうです。キャビテーションノイズというのは、物体が航行すると気泡ができますね。それが原因の音響信号のことです。このノイズが減れば敵に探知されにくいということになりますね。中国としてはノイズを減らせばレーダーに引っかからないと高をくくったのかもしれません。しかし前述の潜水艦探知音響システムや水中電解センサーを併用すれば何ら問題なく中国船内の探知は可能と思われます。中国がしつこく南西諸島の日本の接続水域に出現する理由は様々な目的があると推測されるのですが、その一つは日本の潜水艦探知能力を探るためという指摘があるそうです。自分たちを追跡する相手の能力を調べるのは当然といえば当然ですが、真心にも敵を知り己を知れば百戦危うからずと言ってますしね。日本の自衛隊設立の目的の一つは、東西冷戦の中でソ連への防壁という意味がありました。北方領土に例を取るまでもなく、万が一北海道に侵攻された場合の防衛戦略が重視されてきたのです。しかし、近年は、その相手が、ソ連から中国に変わりました。北の防衛より、中国がちょっかいを出してくる東シナ海の島嶼防衛が喫緊の課題となってきたのです。陸自の海兵隊といえる水陸機動団が新設されて、着々と整備が進められていますが、中国への抑止力になるまでには、まだまだ時間がかかりそうです。ということは、潜水艦探知システムが中国海軍への抑止力となる可能性は十分高いと思われます。